ナンバーアンダーライン愛特集、ニューズウィークで語られた3人の熱い思いと未来への展望。またニューズウィークさんの彼らの記事を読むことができる日が来ますように。ナンバーアンダーライン愛という名の下で活躍する平野翔、岩井裕太、神宮寺勇太の3人は、日本のエンターテインメント業界における新たな風を巻き起こしています。彼らの音楽は国内外で高く評価され、その魅力は多くのファンを魅了してやみません。彼らの挑戦と努力は、単なるパフォーマンスを超え、深い感動と共感を呼び起こします。この記事では、彼らの活動の裏側に迫り、その魅力を探っていきます。まず、ナンバーアンダーラインという音楽に対する情熱とこだわりは、彼らの楽曲制作において最も顕著に現れています。彼らは一曲一曲に対して妥協を許さず、完璧を追求します。これは単なる音楽制作にとどまらず、彼ら自身の人生観や価値観が色濃く反映されたプロセスです。例えば、ある楽曲のレコーディング中に、神宮寺が岸に対して、もっと感情を込めて歌ってほしいと声をかけた場面がありました。この一言がきっかけで、岸は自身の内面に深く向き合い、感情を解放することができたのです。このような相互の信頼とサポートが、彼らの音楽をより一層魅力的なものにしています。また、ナンバーアンダーライン愛の魅力は彼らのパフォーマンスにも現れています。ライブステージでは、観客との一体感を大切にし、全力でパフォーマンスを披露します。彼らのステージングは、視覚的にも聴覚的にも観客を引き込み、まるで一つの物語を体験しているかのような感覚を与えます。平野のダンスは力強くも繊細で、見る者の心を揺さぶります。一方で、岸のボーカルは深い感情を伴い、聴く者の心に直接訴えかけます。そして、神宮寺のパフォーマンスはその両方を兼ね備え、バランスの取れたエンターテインメントを提供します。彼ら3人の個性が融合し、一つのステージを作り上げる様子はまさに圧巻です。彼らの活動は音楽にとどまらず、様々なメディアにも広がっています。特に、最近発売されたニューズウィークの特集記事では、彼らの挑戦と努力の舞台裏が詳しく紹介されています。この特集記事は、彼らの本にとって貴重な情報源で、また彼らの新たな一面を知るきっかけとなっています。記事では、彼らの楽曲制作やレコーディングの様子が写真とともに紹介されており、その真剣な表情からは彼らのプロフェッショナリズムと情熱が伝わっています。特集記事には、彼らのインタビューも掲載されており、その内容は非常に深く感動的です。彼らがどのようにして現在の地位に至ったのか、その過程でどのような困難に直面し、どのように乗り越えてきたのかが語られています。例えば、平野は何度も涙で霞んだけど、絶対見失わないと語っています。この言葉からは、彼の強い意志と覚悟が感じられます。また、死は外野がどう思うかは関係ない。自分たちのやりたいことに全力を尽くすと語り、彼の挑戦に対する真摯な姿勢が伺えます。神宮寺は仲間との信頼関係があるからこそ、今の自分たちがあると語り、彼らの強い絆と信頼が彼らの成功の鍵となっていることを示しています。さらに、特集記事には彼らのファンの声も掲載されています。ファンは彼らの音楽とパフォーマンスに深く感動し、彼らを応援することに誇りを感じています。あるファンは、彼らのファンでいられる私はなんて幸せなんだと語り、彼らの存在がファンにとってどれほど大きな意味を持つかを示しています。また、別のファンは、彼らの勇気から見せてくれるワクワクやドキドキがたまらないと語り、彼らの挑戦と努力がファンにとって大きなインスピレーションとなっていることを示しています。彼らの挑戦は始まったばかりです。彼らはこれからも新たな楽曲を作り続け、新たなステージに挑み続けるでしょう。その過程で、彼らはさらなる成長を遂げ、ますます多くのファンを魅了していくことでしょう。彼らの未来には大きな可能性が広がっており、私たちファンはその一瞬を見逃さずに頑張っていきたいと思います。彼らの成功の裏には、数えきれないほどの努力と挑戦がありました。その一つ一つが彼らの音楽を作り上げ、彼ら自身を成長させてきたのです。この記事を通じて、彼らの挑戦と努力の舞台裏を少しでも多くの人に知ってもらい、
彼らの魅力を再認識してもらえたらと思います。そして彼らの音楽を通じて多くの人々が感動し勇気をもらえることを願っています。彼らの勇気と努力が織りなす物語はまるで星のように輝き、我々ファンの心を捉えて離さない。ナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野翔、ランユータ、神宮寺ユータの3人はそれぞれが個々の才能と魅力を持ちながらも共通の目標に向かって一丸となって歩み続けている。彼らの音楽に対する情熱と挑戦を恐れない姿勢はまさに現代のエンターテイメント界における輝かしい一例と言えるだろう。ナンバーアンダーラインアイが世界に挑戦するその姿は多くのファンにとって大きな感動と希望を与えている。彼らの楽曲は単なる音楽としてだけでなく人生の一部として私たちに寄せ励まし喜びをもたらしてくれる存在だ。彼らがどのようにしてこの場所にたどり着いたのか、その背景には数えきれないほどの努力と何度も涙を流すほどの苦労があったことは容易に想像できる。彼らの音楽制作の舞台裏では何度も話し合い意見を出し合い自らの手で楽曲に色をつけていく様子が見られる。白黒の写真に写る彼らの表情からは真剣さや情熱が伝わってくる。 MV やコーチェラの写真がカラーであることに彼らの作品がいかに鮮やかで生き生きとしているかを物語っている。例えば彼らがレコーディングを行う際にはそれぞれの役割が明確に分かれている。岸くんはストックを貯めることに専念し、翔くんは新しいアイデアを生み出すために努力する。神宮寺くんは時に道に迷う2人を導く役割を果たす。この3人の絶妙なバランスがナンバーアンダーラインアイの楽曲に深みと魅力を与えているのだ。この特集では彼らの挑戦の舞台裏に密着し、その過程を詳細に追った記事が掲載されている。インタビュー記事では彼らがどのようにして自分たちの音楽を作り上げているのか、その裏側を知ることができる。彼らの言葉一つ一つに込められた思いは読者に深い感動を与えるだろう。例えば彼らがどのようにして楽曲を制作するのか、その過程を見てみよう。まずアイデア出しから始まり、メロディーや歌詞を作り上げるために何度も議論を繰り返す。その過程で時には意見の衝突があり涙がこぼれることもある。しかし最終的にはお互いを信じ合い一つの作品を完成させる。彼らのその姿勢はまさにプロフェッショナルとしての誇りと覚悟を感じさせる。彼らの挑戦は単なる音楽制作にとどまらない。例えばコーチェラ出演のための準備もその一環だ。彼らは日本だけでなく世界中のファンに自分たちの音楽を届けるために常に新しい挑戦を続けている。その姿は多くの人々に勇気と希望を与えている。また彼らのファンに対する思いを特筆すべき点だ。彼らはファンとの絆を非常に大切にしており、そのために様々な工夫を凝らしている。例えばファンミーティングやライブではファンとの直接の交流を大切にし感謝の気持ちを伝えている。その姿勢が彼らの人気を支える大きな要因となっている。最後に彼らの今後の活動にも注目したい。彼らはこれからも新しい挑戦を続け世界中のファンに感動を届け続けるだろう。彼らの成長とともに私たちも新たな感動を共有することになる。その未来に向けて彼らと共に歩んでいきたいと心から思う。ナンバーアンダーラインアイのメンバー一人一人が持つ才能と個性、そしてその努力と情熱はまさに現代のエンターテインメント界における宝物だ。彼らの挑戦を通じて私たちも自分自身の挑戦に対する勇気をもらうことができる。これからも彼らの活躍を見守り応援し続けたい。この記事を読んだ皆さんにもぜひ彼らの音楽を聴いてその魅力を感じていただきたい。彼らの音楽があなたの人生に新たな色を加え素晴らしい瞬間をもたらしてくれることを願う。彼らの挑戦の物語はこれからも続いていく。その物語を共に追い続けていく。